7号車森克行、川口、ハンデ40。最重班の2人が人気を分け合う格好になりました。3連単では7番の森克行から、2連単では8番の加賀谷武明からそれぞれ人気になりました。舞台は両走路の川口オート。スタートまで10秒前です。4レースの発走でございます。ブルーランプが消えます。スタートまでは3秒前。第4レースの予選競争をスタートしました。最上半から森大スタートを10メートル前に迫るような動き。それでもギリギリ30戦利用者のスタートを残しました。5番の福村を叩いたのは早津康介、そして森克行がついていく展開。最後方から加賀谷武明、まずは5番の福村を捉えて7番手に上がっています。先頭は島田、2番手に林、そして古木3番手。レースはこれから2周目に入ります。2番手の内をついたのは古木、それでも2番の林が粘ろうとしています。かぶせにかかっている林が2番手をキープ。おーっと7番の森はバランスを崩してしまいました。8番の加賀がここで3コーナーでは最終半から追い越し道権を握っています。4コーナーを立ち上がりまして、残りは4周回。森克行はかなり乗りにくそうであります。5番の福村にも刺されそうな雰囲気でありますが、かろうじてを抑えました。先頭は2番の林でありますが、ここで加賀谷が攻め上がる。3コーナー加賀谷武明先頭に立っています。かわされました林が2番手の位置。3番手には古木、4番手にここで森克行上がった。さらには3番手の古木の内をついて、残りは3周回。仕切り直して森克行の追い上げでありますが、2番手とはまだ10メートルの間隔がありますが、直線では力強くぐんぐんと差を詰めています。2番手は林、3番手が森克行。4コーナーその間隔がみるみるうちに縮まった。さあ残り2周回、林の外から攻めていくのか森。ここは進路を内側に切り替えてクロスするようにして、ライン取りを内側から2番の林を捉えました。しかしこの間に8番の加賀谷武明は独走態勢を築いています。4コーナーを立ち上がりまして、残り1周を過ぎるブルーフラッグを今通過しました。先頭は加賀谷武明、2番手は森克行、3番手が2番の林という並びになっています。これから最終コーナーに向かいます。初戦を飾る8番の加賀谷武明、今最終周回第4コーナーを先頭でクリアしました。大差をつけました。加賀谷武明の勝利。1着の加賀谷選手、競争タイム3.366。払い戻し金です。2連勝短式、8番、7番、300円、1番人気。2連勝複式、7番、8番の組み合わせ、140円、1番人気。3連勝短式、8番、7番、2番、2400円、10番人気。3連勝複式、2番、7番、8番の組み合わせ、1060円、4番人気。